おはようございます。おはようございます。昨日はいかがでしたか？めちゃくちゃすぐ寝たわ11時寝たで、7時に8時間寝たかな。8時間健康的ですね。はい、お風呂入って、で明日のアラームセットして、でもう目つぶったもん寝てたわ早かった爆睡だからもうすこぶる体調いいよ今日は。今から行きますか、海。はい、釣りです今日は。さあ今日の山下ベースはですね、はい、沖縄の海をですね、ちょっともう制覇しようと。はい、今日は釣りますよ。釣りましょう。プシヌシマさん、はい、今日はプシヌシマさんというところの、船をね、はい、お借りして釣りをしたいと思います。楽しみですね。はい、お願いします。普段はメインはキャスティングですか？普段はそうです、バス釣りが、うん、はい、メインですね。そうですね。キャスティングでルアー投げたら多分これぐらいはコロ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 釣れると思います。マジっすか？めっちゃ楽しいですね、やった。さあ出船です。レッツゴー。わ、結構波あるんちゃう？だいたい根についてます魚が。へえ、なるほど。中間にもいないことないんですけど、はい、根にほぼついてて、で、はい、潮と流れ弾みもほぼ同じなので、はい、根の手前側に魚が、はい、出てるはずですね。です。これからもう少し浅くなっていくので、その辺からもう釣れると信じてます、はい。アクション的にはどうすればいいんですかね、はい、これ。結構ね、はい、どれぐらいかな。ツイッチしながらの。ツイッチ。ジョン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 みたいな。あ、なるほど。とブロン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 のあれがいいですね。へえ。また巻き方もちょこちょこ変えてもらって。はい。それを探してみましょう。はい。はい、結構早巻きなんですね。結構早巻き。ちょん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 。はい。おっしゃ、来た。おっしゃ、来た。目の前でちっちゃかったな、もうなんか目引き台っぽかった。2倍だ。よく食うこれ。めっちゃ2倍なんですね。めちゃめちゃでかかったっすね。これはいい引きしましたね。はい、うん、やったぜ。これは嬉しいですね。嬉しい。すげえでかいよ。いいっすね。最後下をめちゃくちゃしなってますね。ガンガン潜られそうなんだけど、はい、こいつも潜るんですね。潜りますね。結構元気ですね。沖縄の魚大概も穴に入っちゃう。大概穴に入る。よいしょ。うえー、ありがとうございます。あった。どうよ。
釣れますね。寝掛かりはほぼしないと思うので、ね、そうですね。あ、寝掛かりほぼしないですね。今だったらそうですね、今すごい潮が高いので。なるほど。手を止めて沈み引き出さなければ大丈夫です。はい、わかりました。で、小さい波が立っているところには必ずベイトがいて、へえ。そういうところってやっぱり高いです。へえ。模様を見ながら、はい、なるほど。水面の変化のその奥に投げ込みを落とすやつです、ね、なるほど。もう出たそう。ラゴス来たよ。こっちも来たよ。はい、ダブルフィッシュよ。こっちは旗なんで。あー、入られた。頑張って。なんだこれ。おお、でかい。お、ナポレオンか。ナポレオン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 。フィッシュ。かわいい。え、超レア魚。レア魚。またレア魚。水族館持ってたら何枚もしますから、ね。マジっすか、はい。マジっすか。水族館持っていきましょうよ。すげえ。ナポレオンフィッシュ。東京とかの水族館である熱帯魚さんに行ったら、はい、サイズなんか下手したら10万超えますよ。マジっすか、ケンジロさん。すごいです。ケンジロさん。熱帯魚なんだ。え、10万食べたら、キロ、1000円以上。熱帯魚として売ったら、鑑賞だ。鑑賞魚です。ナポレオンフィッシュ。ナポレオンフィッシュ。すごっ。売る？すごっ。ちょうど今、これが曲がった。はい、お、本当スナップがもう曲がって取れちゃう。本当だ。危ない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 。マジ危なかった。すげえ。すげえ。やったぜ。素晴らしい。わあ、レア魚。すごい。すごいわ。なあ。確かにこの魚。これ食べても美味しいですけどね。ちょっとね、かわいそうなんで。ね、これ逃がしていきましょうか。はい。見るようで数万円。数万、すごくないですか。これすごいわ。このサイズ、だいたいこれだったら30センチですかね。はい。あとで熱帯魚屋さん見てください。はい。インターネットで。インターネットで見たら。へぇー。やっば。めっちゃやっばいの釣りましたね。すげぇ。やったぜ。へぇー。なんかいないはずがないですね。確かに。えぇ、魚がいないはずがない環境だということみたいです。あ、そうなんだ、はい、釣れないはずがない。なんだな。え、魚がいる環境ってことですか。そういうことです。なるほど。釣れる環境ということ。やばいやばい。ってことは腕が悪いってことだな。やばい。腕の話になっちゃう。はい。おっしゃ、来た。おお、急に連れ出した。なんか真っ黒。肩。おお、ナイス。なんすかこれ。え？これね、また結構レアな感じ。レア。レア。やった。レア魚。すげえ。めっちゃ綺麗。何こいつ。ホットブラックみたい。見て。めっちゃ綺麗。すごい。ほんまになんか。サファイアブルー。毒々しいですね。毒はないんですか。これも結構大きくなる。また3、4キロに普通になるので。へぇ、ちょっと青い。そうですね。すごい、めっちゃかっこいい。こいつすげぇ。こいつ綺麗やな。レア魚釣りました。やったぜ。すげぇ。なんていう魚でしたっけ。青の目旗。青胸旗。青いの目。青の目、はい、青の目旗。なかなか釣れない。青の目旗です。ありがとうございます。ちょっと、ね、リリースします。はい、ちょっと大きくなって帰ってきてほしいですね。水槽で飼いたいと思いますね。ね、綺麗ですねこいつね。やった。どっちが先に釣れるかやな。
張れろ。さあ来ましたよ。折り巻き折り巻き。すごい。そんな引くの？だからだよね。おお。すげえ。あ、穴に入られたっぽいですね。入られました。あ、入られてますね。潜りますね。お願いします。マジっすか。潜って取ってくださるみたいです。冗談で言ったんですけどね。船長が潜るって船長さん。新しい釣りやな。すごい。はい。船長さんすごい。おーすごい。ワイルド船長。ワイルド船長。え、アクションはどうやっていくのか。僕今アクションしないで肩巻きでちょっと早くしたりゆっくりしたりぐらいの、はい、でゆっくりした瞬間にドンってきました。食わせの間を作ったわけです。はい、やらしい釣り方や。結構大きかったっすね、旗。大きかったっすか。旗、旗、何旗、こんな旗がいました。悔しい。この魚と色が正解ですよ。あー、残念。すいません、残念。この旗は俺が釣る。はい、ほうきを吐いてくれる感じで。はい、どういうことですか。気合が変わりましたね。こういうクソでかいのに変わりました。これでですね、GT を狙いたいと思います。これでかいっすよ、はい、これすごくないですか。これやばいっすよね。はい、ありがとうございます。うわ、重た。こんなの使うの初めて。ほらー、ここのラインはマックス40キロも取れます。え、やべ、飛ばない。これ出たら超面白いね。これ釣れたらやばいっすね。これ釣れたらやばいね。これ釣れたらやばいよ。濃い筋。サメ。諦めかけたその時やばい、負けない。頑張れ。やばい。うわ、すげー。やばい、逃れる。やばい、負け倒させて。よし、ナイス。うわー、やばいな。指出ますよ、これ。うわー、頑張って。
せ。やっぱ。待って。サッパン頼む。連れて。いや持ってますね。持ってんなタッツ。やばい。負け負け。やばい。2回でも出てくれましたね。ね。2回出ましたね。よかった。よく出した。まああとそれあとかけ上げるだけ。うん、体力持ってるな。やばい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 。頑張れ頑張れ。もうそこにいますよ、ほら、もう見えてます。海の中にいます、結構でかい。ほらほらほら、見えてる。入ってる。見えてます、見えてます。でかいでかいでかい。13キロ。おー、でかマイティー GT だ。霞味だ。霞味。おお、すごい。でかい。でかい。この霞味でかい。綺麗。でかい。やばい。もうちょいもうちょい。もうちょいもうちょい。霞味ですねこれ。ビッグ霞味。お願いします。すげえ。すごいでかい。まだまだ巻いて。巻いて巻いて。はい。お願いします。すげえ。お願いします。やばい。霞味。すげえ。すごい。立派な霞味ですね。すごいすごい。やったじゃん。でかっ。うわーすげー。超でかい。やばっ。あ、すげー。うわー。やべー。ここで。やばっ。ここで写真撮った方が座って。やばっ。やばっ。体力がやばい。ロックとか、ナイス。あ、素晴らしい。持ってかれましたね、体力。もう、なんか今日の最後だっつって振り絞って早巻きしてたんですよ。早巻きだ。早巻きが良かったか。そう、着水して着水して、ずっと巻いてたの。わーって、ね、そうなんですよ。すごい。身長82。82 82センチ。ありがとうございます。下で80。おー、すごい。ありがとうございます。始めたろ。うわー、綺麗。サッパーの、サッパーの GT 似てますね。重さは16ポンドだから8キロぐらいですね。8キロ8キロ、はい、ね、対抗があるから。3、2、1、はい、3、2、1、 OK、 ありがとうございます。いや、すごい。やばい、やりましたね。やりました。やった。来た甲斐がありました。よかった。石垣にまさかの、だってもう終わりですよね。終わりですね。はい、終わり。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。でかいのずれたね。でかいのやっちゃいましたね。霞味、おめでとうございます、はい。なかなかいろんな魚種釣れたんじゃないですか。釣れましたね。ナポレオン、ナポレオンフィッシュとか、なんかハタの仲間いっぱい釣れたし、なんちゃら大とか、沖縄の魚とこう触れ合えた感じがしたんで、うん、一日中最高でした、うん。だって今日朝8時から今5時ぐらいでしょ。そうですよ。相当やったね。やりましたね。ずっとぶっ通しやったけど、いやもう時間あっという間で、本当に楽しかったです、はい、一日、うん、はい。で明日はですね、はい、ジェットスキーを。ジェットやります。こいつですね。はい、ジェットやって、はい、もう東京に帰らないといけない。そうですね。はい、まあ半日ですが、ちょっと楽しんでいきましょう。はい。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。